はいどうもこんにちは、ゴールドです。昨日にちょうど、中古車で、86がですね、普通の86が販売されました。ゴールド買いましたよ。この86、普通の86ね、普通の86とその下にデロリアンもね、中古で出てたんで、もう一緒にデロリアンも買いましたけど、まあ新品で売ってるデロリアンのをわざわざね、中古で買う意味ないのになんで買ったんやろと思いながら、まあ一応中古でデロリアン手に入れたのと、86、普通の86、はい、まあゴールドが普通の普通のって言ってるのは、まあシゲの週1バージョンっていうね、あのイニシャル D のモデルとなった車があるから普通のっていう風に言わせてもらってますけど、まあこの86を手に入れたので、豆腐屋の車にするというのを、今回やっていきたいと思います。カーカスタマイズで、スタイルの検索、これをイニシャル D の仕様を作ってくれてる人もいますね。どれがいいんやろう。まあでもシンプルなこの一番上の藤原豆腐店、これちょっとチョイスさせてもらおうかな。はい、どんな感じ、こんなんやったっけ綺麗すぎてわからへんねん。あ、ナンバーもちゃんと作ってくれてるんや。あー、ホイール、ホイールもぽいな、ぽいけどこのホイールではない、ホイールこれではないけど、ホイール変えれるんかな。あ、ちょっと待って、なんかフォグランプなんか無理やりついてるな。フォグランプ無理やりついてるあ、いろいろ探してたらいいの見つけました。アニメで検索して、この下の方にある、あ、この人この人この人、名前日本の、パシフィカ 112X さん、この人のイニシャル D のが一番ちょっとぽいかな、本物の、本物というかアニメとかに出てくるイニシャル D の車に近いかなと思って、見てるとこの左側にもね、豆腐店、藤原豆腐店って文字書いてるのあるんやけど、アニメとか漫画とかは実際は左側に藤原豆腐店っていうのが載ってなくて、うん、右側だけしかないので、この人のがちょっと、まあ、カーボン感もちょっとマットでいい感じなので、この人の86、イニシャル D の86を、拝借させていただきたいと思います。はい、ほんなら、ここでゴールドがやりたかったのは、スケープス行って、写真を撮ります。あんまり峠道っていうのがないから、もうこの、秋名さんっぽいところやね。群馬県。車3台とか置けなさそうやな。配置を、どうしようかな。ちょっと外向きにしようか。FD 配置しよう。ライト、いや、これでいくか、もうちょっと後ろでいくか、難しい、なんかどれがいいんかできひんね。あともう1台、もう1台新しい車追加、まだ追加するよ。これこれこれ、高橋涼介、レッドサンス、高橋涼介と。じゃあ FC はこの辺に配置して、あ、いい感じやね、いい感じです。いいね、これは。あ、なんかイニシャル D の再現ができたって感じで、うん、プロジェクト D 始動っていう感じで超いい感じです。はい、気づけば動画の編集を放棄して3日が経ってしまいました。もうだからちょっとサムネイルそろそろ作らななと思って、画像を加工してた様子をちょっと公開しますはい、なんか眠たくて、もうこの3日
ぐらい、なんか普通に動画の編集もせず、なんかもうぐうたら寝てばっかりましたね。まあ、毎日動画投稿してる人とかマジすごいな、ほんまびっくりするわ。でまず、加工した涼介をちょっと乗せて、はい、次に圭介で、それから匠を入れたらもう完全にもうイニシャル D やね。これもサムネイルにします。サムネイルで、はい、ただただサムネイルを作った動画になってし終わりそうやけど、あとはイニディのロゴとグランツーリスモのマーク配置して完成かな、はい、こんな感じで加工したやつグランツーリスモ内で公開できたらいいですのにね。まあちょっとそれやったらちょっとあの自由度の幅が広がりすぎてなんか秩序が乱れてしまうかな。まあこんな感じで、フォトの撮ったり、レース走るだけじゃなくてゴールみたいになんかフォトショップとか使ってサムネイルとか作ったりできる人もいたら、また違う楽しみ方がグランツーリスも味わえるんじゃないでしょうか。はい、今回は、グランツーリスモで、イニシャル D っぽいあの写真を撮りに行ってみたという動画でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回なんか面白いことを見つけた動画にします。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。